見た目がスタイリッシュで性能と飛距離のバランスがとてもいいスリクソンの ZX5 アイアンです。ライターの鶴原博隆です。今回はスリクソンの ZX5 アイアンをご紹介します。この ZX5 アイアンめちゃめちゃ売れまして、一時メーカー在庫がないぐらい売れたモデルです。で、この ZX シリーズは ZX5 と ZX7 と追加発売モデルで ZX4 という中空のモデルも出ました。そちらはどちらかというともう完全にこう飛びに行ったモデルなんですけれども、 ZX7 の方はもうフェースも全てが S20C の軟鉄鍛造のもう完全なアスリート向けアイアンです。ただちょっとロフトが立っているので、そういった特徴あるんですけれども、どちらかいうとそれに比べるとこの ZX5 はよりちょっと簡単に飛ばしやすくしたモデルというふうに言えると思います。見ていただくと分かるようにとてもかっこいいバックフェイスで、なおかつ構えてみてもそこまでヘッドが大きくないというのが特徴です。なのでキャリーバッグにこうやって入っていても、構えた時にもアスリート向けなんだろうなというような印象を持つアイアンです。なんですが打つとやはり優しさを感じますし、なおかつ少しこう球筋を操作したりというようなこともできると、そういったところで、優しいアイアンを好む、国内の男子ツアーの選手でもこのアイアンを好んで使っている選手がいるぐらいなので、ツアーユースにも耐えうるし、なおかつ、アベレージゴルファーにも比較的扱いやすくて飛ばせるというようなモデルになっています。7番で31度と、立ちすぎていないので、アイアンの番手間の距離を作りやすいというのもポイントになっています。その辺はやっぱりスリクソンらしいところかなという部分ですね。あとスリクソンの特徴としてはこのモデルからソールのこのヒール側結構削りが入ってます。で、頭側も結構落としてあるので接地面積が少なくなっていると。でこれによって何がいいかというと抜けが良くなる。で特にラフで打った時にもこの辺りは効いてくれるソールになっています。で以前から使われているのがスリクソン独自の、少しこう山型になった V 字型のソールなんですけれども、これも抜けを良くしてくれていると。なので比較的ワイドソールなんですけれども、そんなにこう突っかかることなく、なおかつ、抜けすぎることもなく、ちょうどいいぐらいに当たって抜けてくれるというようなアイアンになっています。見た目のかっこよさですとか、構えやすさ、シャープ感ですとか、実際に打った時の球の扱いやすさというか、ミスはある程度許容してくれて、なおかつちょっと操作もできると、そういったこう全体のバランスが、とってもいいのがこの ZX5 で、そういったところが人気になってとても売れているモデルなんだと思います。で対象ユーザーなんですけれども結構幅広く使えるアイアンだと思います。これから100切りたいような人でも使えますし、先ほど言ったようにもう男子ツアーの選手も使うようなモデルなので、シングルゴルファーでも全然使えちゃうモデルです。なので、少し優しいのがいいんだけれども、ちょっとシャープなのが欲しいというような人にはとてもおすすめのアイアンになっています。